究極的には今のプロジェクトの目的は QCD の創造を作るということになります。今現状で QCD のダイナミクスに基づいてできている物質の世界の中に我々は生きているわけです。で、宇宙の歴史を逆に戻ってみて、どん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 宇宙が始まった頃に戻っていくと、宇宙の温度がどん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 高くなっていきます。で、ある一定まで高くなると何か特別なことが起こる可能性があって、で、まずその第一番に起こる可能性があるのが QCD 装填ということになります。で、装填位を身近な例で言うと、水、非常に身近な物質ですね。摂氏0度を下回ると水は氷になります。で、水を鍋に入れて火にかけると100度を超えたところから気体になります。そのような大きな変化が起こるところを、その現象を装填位になります。で、それは地上で起こっている1気圧で起こっていることなんですけれども、例えば山の上って気圧が下がるので100度よりも小さいところで蒸発が起こります。で、その時圧力というのを縦軸に取り、温度というのを横軸に取って、どこで気体になるか、どこで固体になるかというような線を書いてあげると、装填位の線というものが書けます。で、そのように装填位線と層の状態というふうなものを、このプロットの上で区別して描いたものを層図と言います。このようにこの研究では、宇宙の開闢からどういうふうに宇宙が進化して現在の宇宙になってきたか、あるいは現在の宇宙の中の物質がどのようにできてきたのかっていうことを理解するために欠かせない知識を与えることになるんです。一番基本的な粒子、陽子とか中性子をさらに分割していくとクォークという単位になります。で、クォークが3つ、集まったもので陽子、また違う種類のクォークが3つ集まったもので中性子というものを作っています。で、ここで考えている装填位というのは、その陽子とか中性子のような、強い力でクォーク同士が結びつき合って複合状態を作っているものが、高温にしていくとクォークがバラバラになって出てくる。つまり陽子とか中性子とクォークがバラバラになった状態というのは全く違う状態ですから、それは違う層になるんですね。で、その層の間に装填位のようなものがあるかどうかというのを調べる。で、それを数値計算でやっていくということになります。現状ではその2つクォークが入ったシミュレーションをやっていて、でそれを完成したらポスト K では層図を全部作るということをやっているんですね。典型的にはですね、今我々が計算できているのは陽子とか中性子がいくつか入るくらいのその箱の大きさしかないんですよ。で、それではちょっと陽子も中性子も窮屈なので、もっとさらに大きなもの、大きなものというふうに、やっていく必要があります。公式 QCD を用いたシミュレーションというのは、しばらくの間はこのウィルソンとスタッガードという両輪で進んできたという側面があります。で、この2つの理論の特徴として、カイラル対称性が完全に破れているというのがウィルソンですね。で、スタッガードフェルミオンというのはこのカイラル対称性の一部が厳密に保されている。で、これらのフェルミオンの悪い点を改良する手法としてドメインオールフェルミオンというものがあってですね、これはカイラル対称性の全てがほぼ厳密に保たれている構成法になっていて、計算コストが非常に高いんですね。で、我々はこのドメインオールフェルミオンを使いつつ、厳密な対称性となるオーバーラップフェルミオンというのを最終的には使いたい。ただし、これはドメインオールフェルミオンに比べても計算コストが非常に大きくて、現在の最も高性能なスパコンを使っても計算が非現実的になってしまいます。で、我々が取っている手法というのは、このドメインオールフェルミオンをまず使ってモンテカルロシミュレーションの統計アンサンブルをまず作ります。で、それはほぼ厳密なカイラル対称性を持っている。出発点はドメインオールフェルミオンのシミュレーションなんですけれども、最終的な結果はオーバーラップでシミュレーションした結果というと同じものが出てくるというのが、この手法の利点です。現状ではここの線上ですね、2つだけのクォークのシミュレーションをやって、この線上の状況を調べています。で、まずはそれを解決した上で、この周りの状況も知る必要があります。
ということで、この想定位の線が本当にどこを通っているのかということを理解したい。で、それには今ここをやってるんですけれども、こういうようなシミュレーションというのをやっていき、この線がどこに走っているのかというのを確かめていきたい。大学4年の時の卒業研究は全くコンピューターと関係ないようなところをやっていたんですけれども、コンピューターを使って素粒子物理をやるという分野があるんだっていうのをその当時知って、コンピューターを使った素粒子物理というものがそこで行われていて、世界最先端の研究、それに接する機会があったっていうことですね。で、あ、これは面白そうだということで、そこに飛び乗ったという話です。想図というのは、そのある意味そのあれですよね、地図を描いているようなものですよね。で、その想図の一点を、コンピューターでシミュレーションするのにすごい時間がかかるわけです。で、そこからまた次の隣の点、隣の点、隣の点というふうに情報をどん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 増やしていって、まあ、地図を描いていくようなものですね。そういうのってロマンを感じませんか？